はい、解剖先生こと上原武史です。今日のテーマはですね、スマホ首でございます。肩こり、首こり悩んでる人本当多いですよね。しかもその原因がパソコンだったりスマホだったり。なので今回の動画はいろんな人に役に立つと思ってるので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、では早速行きましょう。スマホ首です。まずこれは医療用語ではないですね。五十肩、四十肩の時もお話ししましたけれども、世の中には分かりやすい言葉の表現はあっても、正式な病名ではないものもたくさんあると。この一つがスマホ首でございますね。今は当たり前のような言葉ですけど、私が学生時代は当然なくて、まあ、スマホそのものがなかった時代だったので、ありませんでした。ですから最近の言葉ですね。最近の言葉であるがゆえに、いろんな人がいろんな定義をつけているのが実情でございます。なので喋り手によって変わってくるんですね。ストレートネックをそのままスマホ首と置き換える人もいたりですね、書籍も出てますし、ホームページ、ブログなどで見かけるようになってきましたけれども、やはりバラバラな定義でございます。今回は私なりのスマホ首の分析、そしてですね、どのようにしたら良くなるかっていう話をしていきたいと思います。このように定義づけてみました。長時間のスマホやパソコン作業が原因で首が痛い状態と。比較的大雑把ではありますけれども、分かりやすくまとめてみました。ポイントはですね、長時間というところがポイントですね。このスマホ首ですが、いろんな症状を引き起こす可能性がございます。まず一般的に悩んでる人が多い首こり、肩こりですね。あるいは肩の痛みだったり。そして眼精疲労ですね。目周辺の問題を引き起こすことが非常に多いですね。例えば視力の低下だったりですね、めまいだったり、あるいは片頭痛、顎関節症、こういったものも引き起こしうるんですね。ですから首のみならず全身にまで影響するという意味ではですね、本当に厄介なスマホ首でございます。はい、ここでは2つのタイプに分けて説明しようと思います。まず1つ目のタイプ、首が前で頭が後ろですね。まあパソコン作業してる時にこんなに前のめりになってですね、そして画面を見るように首が前、頭が後ろみたいな感じ、こう後ろが詰まるような格好をしている状態、あるいはうつ伏せでスマホをいじってるとか、うつ伏せで本を読んだりとかっていうような状態も同じですね。首が前、頭が後ろ。一方で逆ですね、首が後ろそして頭が前というタイプですね。例えばこのようにのけぞってる状態で下を見ながらスマホを見てる、こんな状態です。中腰っていう腰が中途半端な位置にあるものを中腰って呼んだりしますけれども、中首みたいな状態ですね。後ろにのけぞきながらこう下を向くというタイプ、これは真逆ですね。こういった二通りのタイプがあると思っているわけですね。皆さんはいかがでしょうか。さあ、この2つのタイプですけれども、簡単に予防ができるのかということですね。まあ、そもそもスマホを長時間やらなければいいという話だったり、姿勢もですね、こうやったりこうやったりしなければスマホ首にならないじゃないかということが言えるわけですが、ただ今の時代ですね、多少短くはできても完全に例えば半分にするってことはなかなか生活上できないと思ってるわけですね。特にこれからの時代、スマホでできることがどんどん増えていきますから、この時間はより長くなってくると思った方がいいと思ってるんですね。もちろん予防しなければいけないという観点を忘れずに、どうやったらこのタイプ、2つのタイプに共通して効果があるセルフケアができるかっていうところですが、これを2つのポイントに分けております。それがこちらになります。後頭下直筋群と第二頚椎、またちょっと解剖学的な言葉が出てきましたけども、これを分かりやすく説明していきたいと思います。まず後頭下直筋群ですが、これを解剖図で見ていきましょう。ドン、はい、こちらになりますね。首の後ろにある細かい筋肉たち、これを後頭下直筋群と呼んでるわけですね。小後頭直筋、大後頭直筋とかですね、上投射筋、下投射筋みたいな細かい筋肉たちが集まっています。これら細かい動きをしているわけですけれども、どういうところで活躍しているかというと、ちょっと一緒に実験してみたいと思うんですね。
後頭下直筋群はこの頭蓋骨の付け根のくぼんでるところ、こういうところにあるわけです。少し深い位置にございますので、比較的ちょっと強めに押してみてください。そして目を閉じて眼球、目ん玉をぐりぐり動かしてみてください。上とか下とか横とか。そうするとですね、動きを感じれる人もいると思うんですね。もう一度やってみましょう。目を閉じて眼球をぐるぐる動かして、その時に首の後ろのこの指先でですね、後頭下直筋群のわずかな動きをちょっと触れてほしいんですね。または顎の動き、まあ、声出してもいいですね。もしくは顎を上下すると少し動くのもお分かりいただけると思うんですね。見ること、そして食べたり喋ったりする、生きる上で絶対に必要なことを、この実は細かい後頭下直筋群で微妙に調整しているっていうのが現状なんです。ここにはまた後で戻りますけれども、とりあえず次行ってみましょう。第二頚椎、これですね。第二頚椎っていうのは一体どこなのかということですけれども、はい、アップになりました。頭蓋骨1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番ですね。これらを頚椎と呼ぶわけですが、この2番ですね、どうでしょう、すごく黒くかって大きいですね。存在感があります。これをですね、解剖図で見ていきましょう。ドン、はい、今度は再び解剖図に戻ってきました。先ほどの後頭下直筋群、よく見るとどうでしょう、この2番の骨、まさにここですね、ここに集約されているのが分かります。これが1番の頚椎ですね。そしてここが2番でございます。なのでこの2番が中心となって、この後頭下直筋群が伸びているのが分かります。さらにはここから下ですね、下にも伸びている筋肉たちがあります。このようにですね、色をつけていくと、まさにこの2番を中心に放射線状にですね、首から頭ですね、首からさらに下の方に集まっていることが分かります。皆さんいかがでしょうか。こう見るとですね、7つある首の骨のうち2番の重要性がなんとなく分かりますかね。つまりハブ空港みたいなもので、いろんなところに行き来するための中継点となるような、そのような大事な場所なんですね。ハブ空港が機能不全になると、いろんな物流が止まったり、人の流れが止まったりしますよね。それと同じようにですね、この第二頚椎というのは頚椎の中でも極めて重要な役割をしているわけですね。ところがですね、これだけいろんな筋肉が四方八方からくっつかれていると、この2番自体が身動き取れなくなってしまって、思ったように動かせてない人が多いんですね。2番は実は先ほども言ったようにいろんなところと関わってますので、自由自在に動けた方が体の都合上とてもいいんですね。なのでもし皆さんのこの頚椎2番があまり動いていないようであれば、それをセルフケアで動きを取り戻すということがとても重要になってきます。結果ですね、第二頚椎が固まってしまって微動だにしない、ハブ空港で自由に動いた方がいい頚椎が動かない状態にあればですね、それはスマホ首の最大の原因なんではないかなと私は考えているわけですね。セルフケアではですね、後頭下直筋群を緩めながら第二頚椎の動きを適切に確保する、こういったセルフケアをやっていきたいと思いますので、ね、興味ある方はぜひ概要欄に記載されている僕のチャンネルにですね、飛んでいただいて、ぜひ一緒にセルフケアやっていきましょう。今回の動画ですね、本当にいろんな人に役立つと思うので、ぜひ悩んでいる人にシェアしてあげていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。解剖先生でした。